京急栗浜線。栗浜線は、神奈川県横須賀市の堀の内駅と、道県三浦市の三崎口駅を結ぶ、京浜急行電鉄、京急の鉄道路線。英語表記は、京急栗浜ライン、駅ナンバリングで使われる、路線記号は京 k 京急本線は、堀の内駅から、浦賀方面へ向かうが、ほとんどの速達列車が、栗浜線に直通し、 実質的には、栗浜線の方が、本線のようになっている。1996年、平成8年4月以前は、快速特急、現、海徳が、延駅、現、ユー伸延駅、京急長沢駅を、1999年、平成11年7月までは、堀の内駅、新大津駅、北栗浜駅を通過していたが、同改正以降は、全種別が、 栗浜線内各駅停車となっていた。2015年、平成27年12月より、モーニングイング号の運行が開始され、16年ぶりに栗浜線内に通過駅のある列車が復活した。栗浜線内のみ、運転の列車はすべて停車駅が同一だが、快徳、特急は八両編成、普通は四両、ないし両編成となる。走行する車両は、ほとんどが、 京急車だが、朝夕のラッシュ時には、東京都交通局の車両も一部使用され、2018年、平成30年12月8日のダイヤ改正からは、平日に一往復のみ、京成電鉄の車両も乗り入れている。土休日には普通の設定が一本もなく、運行されるすべての列車が、速達列車という得意な路線となっている。単線区間が多く残されており、 栗浜線内では本線の開徳よりもスピードが出にくくなっている。近年だと沿線は映画の撮影のロケ地として使われることも多い。2010年現在は以下の種別が運行されている。モーニングウィング号以外は栗浜線内ではいずれも各駅に停車する。2015年12月7日、運転開始。平日朝方の上り方面にのみ運転される。 着席通勤を目的とした列車であり、JR のホームライナーに相当する。栗浜線内の乗車駅は、三浦海岸駅のみであり、横須賀中央駅、金沢文庫駅、上大岡駅に停車するが、品川駅まで降車することはできない。乗車するには、ウィングチケット、着席整理券、300円に1列車35名まで、または、ウィングパス。 一ヶ月定期券タイプ5500円が必要である。平日夜間の下り方面にのみ運転される着席通勤を目的とした列車であり、他社のホームライナーに相当する。始発駅である品川駅から乗車する場合には着席整理券200円。二千十五年十二月七日から三百円が必要だが、上、大岡駅三崎口駅間については一般の 快徳として運行されるため、乗車券のみで乗車できる。停車駅や着席整理料金など、一般の快徳とは趣を意味するが、正式な種別は快徳となっている。全列車が栗浜線に直通し、本線の仙楽寺駅、品川駅間と堀の内駅、浦賀駅間や、都営浅草線には乗り入れない。車両は、二ドアクロスシート八両編成が専用で用いられて、 堀、運行開始当初は2000系、電車、2015年現在は2100系電車となっている。京急蒲田駅、京急川崎駅、横浜駅を通過駅としているのが特徴である。現行ダイヤでは、堀のない駅から本線に直通する系統、京急蒲田駅から空港線に直通する、羽田空港発着系統、船内運転の系統があり、早朝、 深夜を除く、ほぼ終日の設定がある。1968年、昭和43年に設定された快速特急が全身で特急よりもさらに上位の種別としてそれまで運転されていた三浦半島の観光地に向けた列車、ハイキング特急を格上げする形で登場した。当初は土休日に特急の合間に何本か設定されているに 過ぎなかったが、通勤需要の拡大とともに徐々に設定時間と運転本数が拡大されていき、また、本線末端の浦賀方面よりも栗浜線へ直通するダイヤに移行していった。1999年夏のダイヤ改正で、通称、略称として用いられていた、回徳が正式名称となり、同時に特急を置き換える形で大増発を行い、 日中はほぼ10分に1本は確保されるようになった。この時、都営浅草線、京成線、北総線、以下、都心方面へ直通する海徳も登場している。1999年以前より、平日朝ラッシュ時登りにて運行されていた、通勤海徳、BE 特は、旅客案内所金沢文庫駅までは、特急として運転されるように変更された。そのため、 平日朝ラッシュ時の栗浜線内は特急のみの運転となっている。運行当初は栗浜線の津久井浜駅まで通過運転を行っていたが、近年は停車駅が増加しており、1998年に空港線が羽田空港駅、現在の羽田空港国内線ターミナル駅まで延伸開業すると同時に経過また駅が停車駅となり、1999年夏の ダイヤ改正からは、栗浜線内各駅停車となった。さらに、2010年5月16日からの、ダイヤ改正からは、本線の金沢八景駅も、停車駅に追加された。なお、自社路線内では、最速の列車であるが、都営浅草線内では、大半の列車が、各駅停車となる。現行ダイヤでの運行形態は、以下の通り、特急は、1968年、 昭和43年に、快速特急、1999年のダイヤ改正より、快特に、名称変更が設定されるまで最上位の種別であり、快特設定後も、本数の多いダイヤの中心的な種別であった、1999年夏のダイヤ改正から空港線に乗り入れる列車を除いた、日中のすべての特急が快特に置き換わった。2013年現在は、 早朝深夜、朝夕ラッシュ時のみの運転である。現行ダイヤでは、以下の運行パターンがある、栗浜線発着関係の未列挙。平日朝ラッシュ時の一部の金沢文庫業特急は、金沢文庫駅にて、品川業開徳に種別、行き先変更され運転される、1999年、以前の通勤開徳。そのため、栗浜線内で乗車したまま、 品川駅まで行くことができるが、特急金沢文庫として、駅時刻表、駅発車案内、種別方向幕に表記され、車内放送も、そのように案内される。現行ダイヤでは、平日朝ラッシュ時のみの運転で、品川、羽田空港、京急川崎、金沢文庫京急栗浜間の列車が、設定されている。車両は4両編成ないし6両編成である。 かつては、三崎口発着の列車も設定されていたが、1997年に廃止されている。平日朝、上りのみ、運転の三崎口駅金沢文庫駅間が特急となる、開徳、B 開徳のうち、横浜駅に7時30分、8時30分に到着する列車は、品川方線当社が女性専用車となる。毎年5月下旬頃に、 栗浜工場信号所で行われる、京急ファミリー鉄道フェスタ開催時にのみ運行される、臨時列車。お帰りという名の通り、栗浜工場信号所京急栗浜駅間の下り列車のみであり、京急栗浜駅栗浜工場信号所間の上り列車の運行はない。30分間隔で運転され、終点の京急栗浜駅では抽選に到着し、上下線のどちらの列車にも、 同一ホームで乗り換えができるようになっている。運賃は京急栗浜駅から計算され、京急栗浜駅までの場合は入場券が必要となる。成田山新商事山売却の輸送を目的として、1969年、昭和44年より1972年、昭和47年まで三浦海岸京成成田間に終夜運転で2往復運行された。 車両は線形、停車駅は京急線、都営線内は特急と同一、京成線内は臨時特急停車駅、京成津田沼京成成田間無停車、押上京成津田沼間,間でも特急と一部異なるであった。九百七十三年、昭和四十八年も運行する予定であったが、東京都交通局の労働争議による反対から、終夜運転を急遽中止し、 そのまま廃止された。1983年、昭和58年により、油壺マリンパーク集客を目的として、全日の開徳、特急各1往復にヘッドマークを取り付けて、運転した。開徳については2000型が充当されるようになった時点で、ヘッドマークの取り付けが廃され、特急の1往復が、京急の定期列車では、唯一のヘッドマーク付きとなっていた。 また、三崎口駅を発着する平日の開徳は、マリンパーク号だけであった。1998年、平成10年11月のダイヤ改正で、平日の開徳がすべて三崎口駅発着となったこともあり、開徳、特急ともに廃止された。起点駅である堀の内駅は、京急本線からの分岐点。本線は、浦賀方面に続くが、ほとんどの速達列車は、 栗浜線に直通する。堀りの内駅から新大津駅を抜け、栗浜線内で利用客第2位の北栗浜駅に至る。内陸部を通過するが付近は山の上まで宅地開発が進んでいる。北栗浜駅と京急栗浜駅の間には運送上の拠点となる。車両基地があり京急栗浜駅を境に輸送量に大きな段差ができる。 平作川に架か,かる鉄橋を渡ると路線の名前の由来にもなった京急栗浜駅である。京急栗浜駅は横須賀市内でも本線の横須賀中央駅に次いで乗降自民が多い駅であり駅ビルのウィング栗浜が隣接している。また、横須賀線の終着駅である栗浜駅に隣接するため乗り換え客も多い。また、ここからバスを利用し栗浜港に向かえる。 栗浜港からは、南房総の金谷港を結ぶ東京湾フェリー及び、期間限定で東京港、伊豆諸島を結ぶ東海汽船に乗船することができる。京急栗浜京急長沢間は、単線区間である。高架部分とトンネルを通過すると、ユープ、ノビ駅に到着する。ユープとは、電波情報通信技術に特化した、研究開発拠点横須賀リサーチパークの略であり、 当駅の名の由来となっている。朝のラッシュ時には、品川方面から乗車してきた旅客の多くがここで、下車する。ユープ、野駅から京急長沢駅、津久井浜駅にかけては、車窓から現在でも、住宅地混じりの田園風景広がる。京急長沢付近から山側を見ると、大仏や五重塔を見ることができるがこれらは、付近の霊園が、昭和の終わり頃に建造したものである。 京急長沢、三浦海岸間は伏線区間に戻る。海岸付近を通っているが、住宅や山林などがあるため車窓からはほとんどに海を見ることはできない。なおこの近くには、北下浦海岸や三浦海岸といった海水浴場があるため夏を中心ににぎわう。三浦海岸駅から終着駅三崎口駅へかけては再び内陸を走行する。付近には最近分譲された。 住宅地もあるがほとんどは農地か山林である。栗浜線は三崎口駅で終着し、三浦市の市役所所在地の三崎や城ヶ島、油壺、油壺マリンパーク、横須賀市の相模湾沿い地区方面へはここから、京浜急行バスでアクセスする。本来はこの先の三崎漁港付近まで路線が建設される予定だった。栗浜線は三浦市の中心部、 三気候付近までの建設が元々の計画であり、そのための地方鉄道の免許も取得していた。しかし、市街地となっている三気候付近での用地確保が困難なことから、油壺南の免許は1970年に失効し、延伸計画は三浦海岸油壺間 4.3km に短縮された。計画では油壺地区の東側にある 丘陵地帯に駅を設け、付近にバスターミナルや住宅団地を併設、さらに駅前整備に連動する形で、油壺地区や昭和城地区の道路が整備される予定であった。油壺駅までの延伸も、用地買収が難航したため三崎口駅までの暫定開業となり、市街地への連絡はバスに依存する状況で現在に至る。三崎口駅南の国道134号を潜る。 形でわずかな距離だが線路は続いている。三崎口駅は三浦市街から遠く、伊南が建設されるまでの暫定的なターミナルという位置づけとされていた。運輸政策審議会答申第18号によれば、この区間は2015年までに開業することが適当であるとされたが、延伸には貴重な自然林であり、神奈川県が保護を打ち出している。 小アジの森を通過する形で線が付設される、計画のため環境保護団体の反対があり、三浦市初越町三戸地内での土地の買収も難航したため、京浜急行電鉄は一度三崎口から油壺間の免許を廃止することを決定、2005年、平成17年10月7日、事業廃止届でしょう。国土交通省に提出した12月24日、廃止実施。 この時点では、免許の廃止は延伸計画を断念するものではなく、今後の周辺の農地造成事業の進捗等を踏まえ、土地区画整理事業等に合わせて、事業計画を見直した上で再度事業許可申請を行うとしていたが、2016年、平成28年3月16日、沿線人口の減少等を理由に、延伸事業と、 土地区画整理事業等による大規模宅地開発事業の凍結が決定され、延伸計画は事実上白紙となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。